海洋四重奏曲のニックネームで知られる弦楽四重奏曲集作品20はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1772年に作曲した全6曲からなる弦楽四重奏曲集である。作品9、作品17と並び、ハイドンのシュトルム・ウント・ドラングと呼ばれる時代に書かれた3つの弦楽四重奏曲集の1つである。作品20は特に6曲中の2曲が単調であり、 三曲のフィナーレに風画が導入されているなど、それまでのハイドンの作品にはない大胆な特徴が見られる。作品20の弦楽四重奏曲集には自筆原稿が残っており、そこから1772年の作曲であることがわかる。ハイドン自身の奏功目録には、通行の順序で言うと5番、6番、2番、3番、4番、1番の順に並んでいる。 作品9及び作品17では第一バイオリンに高い比重が置かれていたのに対し本作品では4つのセーブを同等に扱おうとする強い傾向が見られる作品9及び作品17ではメヌエットが第二楽章に置かれていたが本作では第二楽章に置かれるものと第三楽章に置かれる場合が半々になっている前者では自筆で低音が バッソと書かれているのに対し、後者では、ビオロンチェロと書かれており、前者の方が先に書かれたものと推測されている。1774年に、パリのシュバルディエールから出版され、その後1779年頃にアムステルダムと、ベルリンのヨハン・ユリウス・フーンメルから曲順を変えて、再版された。このフンメル版の表紙に、太陽の絵が描かれていたことから、 太陽四重奏曲の呼び名で呼ばれている。19世紀初めのパリのプレエールから出版された全集やエルスラーによるカタログはフンメル版を元にしているためフンメル版の曲順が一般に行われるようになった。モーツァルトが1773年に書いた6曲のウィーン四重奏曲のうち第1曲と第6曲はフィナーレに フーガが使われるなどハイドンの作品20の影響が見られ、曲が出版される以前に本作品の知識を持っていたことがわかる。アレグロモデラート44拍子、メヌエット、アレグレットアフェットを添えソステヌート38拍子、変異蝶々、フィナーレ、プレスト全員の激しいユニゾンで始まる破綻蝶の第二楽章は、ハイドンがしばしば採用した気楽によるオペラの模倣であるが、 作品9や作品17では、第一バイオリンがオペラ歌詞を模倣していたのに対して、本曲ではまずチェロがソロを担当する。途中から、カンタービレと指定された変歩調々の滑らかな、旋律が出現し、切れ目なく、メヌエットにつながる。メヌエットのトリオ部分は、再び破綻調で、第二楽章を思わせる音楽になる。最終楽章のフーガは、 技術的に高度なことを行っているにもかかわらず、弦楽的でなく、スケルトのように聞こえる。モデラート44秒子、カプリチョ、アダージョ、マイナスカンタービレ44秒子派単調、メヌエット、アレグレット4つの主題を持つ風が、アレグロ68秒子単調ではあるが、第5番と異なって、あまり深刻ではない。特に第3楽章で、チェロが活躍する。 アレグロコンスピリトに4拍子、メヌエット、アレグレットポコアダージョ34拍子と、チョ々フィナーレ、アレグロモルト44拍子第1楽章は、約300小節あり、6曲中で最も大規模な音楽になっている。単調の第2楽章は、主題と4つの変装及び長いコーダから構成され、変装ごとに中心となる楽器が変わる。第楽章はジプシー風の軽い音楽で、トリオは、 チェロの独創による。アレグロディモルトん4拍子ウンポコアダージョ、アフフェット・オーソネ4拍子に単調、メヌエット、アレグレット・アンラ・ツィンガレーゼ・プレスト・スケルツ &44 拍子、珍しい調整を持つ。6曲のうちでおそらく最初に作曲された。優秀に満ちた第一楽章は、主題再現部の後に長いコーダが置かれる。感情楽章はシチリアーナ風のリズムを持つ単純な曲で、 1> 第1バイオリンが活躍する。フーガの第1主題は18世紀にしばしば使われた、ものである。アレグロモデラート44秒子、メヌエットアダージョ68秒子へ、蝶々フィナーレ、二つの主題を持つ、フーガに2秒子、アレグレットディモルトエスケルツアンド &68 秒子、アダージョカンタービルに2秒子補聴調、メヌエット、アレグレット3つの主題を持つフーガ、アレグロ44秒子、 ありがとうございます。